上地信号場は、北海道中川郡中川町技上地にあった日本、国有鉄道宗谷本線の信号場である。開業当初は一般駅であったが、1977年5月25日に信号場兼仮上工場に格下げされ、1985年3月14日に廃止された。1977年の上地信号場の状況。 周囲約500メートル範囲。上が、輪か内方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北海道大学園修林の強い要望もあって、木材搬出のために設置された。当駅の所在する地域名より。地域名は、液体岩の崖がアイヌ語で、カムイルエサニと呼ばれていたものを意訳したものである。 相対式2面2線を持ち列車同士の交換可能な地上駅であった。現在の本線は当時の2番線に沿っている。乗車人員の推移は以下の通り。1日乗降人員については元データを期間日数で割って算出した参考値を括弧書きで示す。当駅設置当時の上地地区は当駅の手塩川対岸に7個36人が入職しており、 その後、北大演習林地を借りて駅側に入植する人も現れ、鉄道館舎も建設され、人口が増えたことから1951年には、右岸側川へ小学校も設置されている。1953年には開拓計画が立てられ、佐賀側に5個が入植したが、佐賀側と右岸側は、都線で結ばれているのみで児童の通学や、物資の運搬に不便があり、 加えて1965年前後の例外、水害の連続により離農も発生する状況にあった。このため、中川村では、対策として当地への加強を計画し農林省へ、陳情を続けた。1962年10月に、ようやく農林省開拓予算により、左岸の国道40号と右岸の駅側とを結ぶ、吊り橋、上地大橋が着工され、 翌1963年3月に完成、同年5月20日に開通したが、開通からわずか7ヶ月後の同年12月18日午後11時頃、カム山から吹き下ろす突風により、落橋した。もともと、前年の台風被害で2個が離農、撤退していた、上地地区であったが、この落橋が動機となり、営農が困難になった、住民6個は、 道と町の離農手当を受け1965年に撤退を決定し、1967年に最後の農家が撤退した。後に鉄道感謝も消滅し、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源で、駅周辺には人家が一軒もないところと紹介される状況にあった。また、1975年に発行された。 中川調子には当時の様子について以下のように記されている。現在は感謝もなく駅だけが残り、駅員はおといネップから通勤しています。それは列車の時間帯による待ち合わせなどがあるからで、川向かいの国道を走る自動車の姿を眺めるとき、わびしさが感じられます。中川調子 P473 近郊駅との駅間距離が長く、 交換設備が必要だったため、1977年5月25日に信号場となった後は、通勤時のみの仮状工場となっていたが、1985年3月14日に廃止された。2005年5月頃、老朽化のため駅舎本屋を撤去した。その後現在に至るまで、上地,地空岸と砂岩を結ぶ橋は、再架橋されることはなく、 駅廃止後の当駅跡地への到達は困難となっている。上地信号場跡。ポイントがあった付近のレールが湾曲している。2019年8月27日撮影。ありがとうございます。